ケスタの概念図。濃い色が硬い地層、薄い色が柔らかい地層。ケスタの空中写真。中央に旧街が横たわる。アメリカ、テネシー州。ケスタとは、傾斜した地層の差別侵食によりできた波状の地形。組織地形の一種。緩く傾斜し、交互に重なった高難の地層が、差別侵食を受けた、結果。 非対称な丘陵が連続して形成された地形である。柔らかい地層が大きく侵食を受け、硬い地層がさほど侵食を受けなかった結果、形作られた。寒斜面と球外の組み合わせで構成される。球外部は全面、寒斜面部は背面と呼ばれる。柔らかい地層は、 侵食を受け、それらが取り除かれた部分は、侵食に対する抵抗度の大きい硬い地層が残り、背面の寒斜面が形成される。前面の旧外部は、地層が侵食を受けている部分であり、柔らかい地層が侵食を受けるが、上位の硬い地層の存在により、旧外を形成した。寒斜面から旧外に移行する部分は、片側が崖の緩い谷底上地形となり、 河川が発達する。3. 地質を反映した地形国土地理院2017年7月22日。閲覧、佐藤久志、地形学、相関地理学講座。6. 朝倉書店、ピアニッシモ五十55から58、ISBN4 から254166060。ありがとうございます。